かんちゃんかんちゃんでございます。今日はね、何食うかっていうとね、またうどん食います。でね、ちょっと変わった食べ方をします、いただき方をします。チリソース風のうどんです。うどんをチリソースであえていただくということでございますね。で、まず材料でございます。材料はまずですね、こちらでございます、ね、うどんちゃんでございます。うどんちゃんですね。これ、イオンで、半額で買って、これ一玉19円でございます。19円の、うどん玉が1個でございますね。で、あとですね、ここにですね、魚肉ソーセージ、魚肉ソーセージを1本使います。材料はこれだけでございますね。で、調味料はですね、まず、トマトケチャップです。トマトケチャップを使いますね。あとですね、豆板醤を使いますね。豆板醤。これだけです。他何も使いませんね。これでやるというね、また乱暴で、料理でございますね。料理と言えるのか、果たして。でですね、カップの中にまずね、お湯が見、ご覧いただけますかね。こう、ゆすると見えるかな。大さじ2杯ぐらいのお湯をですね、中に入れてください、まず。まず、大さじ2杯ぐらいのお湯を中に入れます。よろしいですか。そしたら次にですね、これです。うどんですね。うどんを、この中に、突っ込みます。はい、うどんこの中にこうダダダと突っ込んでください。なんかうどんこの中に入れるうどんを入れて、そして、例によってこの中に入ったお湯でこうちょっとほぐしてあげるね。ほぐしてあげることが大事なんですね。こうほぐしてあげるか、でってあとほぐしてあげるとかね、なで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 とね、カエルちゃんでこうやってなでても、緑のおけがうどんに入ってよろしくないので、混ぜるときはカエルちゃんではなくてお箸で混ぜてくださいね。もちろんね、白いニワトリくんで混ぜるのも、豚ちゃんで混ぜるのもダメでございますね。もちろんこのね、ニジロさんで混ぜるとかね、ましてやこの緊張の様でこう混ぜるとかね、こういうことはね、許されないのでございます。なんかこれはどうぞ、ブラブラ危ないね、危ないね。でね、こんな感じでございます。で、これをお箸でこう混ぜてですね、こうくらくら混ぜて、カラ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 と混ぜて、なるわけでございます。そしたら次ですね、魚肉ソーセージです。魚肉ソーセージをこの中に入れるんですが、ですね、このままですね、どういうふうに入れようかなと思って、今、魚肉ソーセージ、皮をむきますね。魚肉ソーセージ、皮むいて、ペラッと、魚肉ソーセージって。魚肉ソーセージで、これをハサミでちぎって、ハサミで切って入れてもいいんですけど、めんどくさいんでこう手でちぎって入れます。めんどくさいんでこうやって手でちぎって適当に入れてください。でね、これ実際ね、手でちぎった方が美味しいんですよ。なぜかっていうと、まあこれはこんにゃくと一緒ですね。断面がギザギザになった方がですね、いろいろ美味しいって、そういうだけの話でございまして、まあこうやって入れるわけでございますね。じゃあ次ケチャップです。ケチャップをですね、この上に、かけます。おなんかやばい、あ、先端がどっか行っちゃった。やばあ、どうしよう、これ先端がどっか行っちゃった。まあいいや、でもケチャップは後で考えよう、後で探そう。やばいな、これこのまま冷蔵庫にしまったら大変な感じで、で、このケチャップ、あ、ちょっとね、先端がどこ行っちゃったの。ちょっと待って、ちょっと探そう。これ先端がどこ行ったろう。ちょっと待って、ビヨイヨ、それとかビヨイヨイヨンとか出て、俺どうするんだって話で、ちょっとビビっちゃいました。そして、このケチャップ。で、これで、大体ですね、1週、2週、3週、4週ぐらいですね。これぐらい、ケチャップ入れてくださいね。こういうふうに説明しないと、どれくらいいるんだか分かんないよね。ダメなんで。あと、次、豆板醤入れます。豆板醤、こんなやつ使いますね。で、豆板醤も入れますね。豆板醤も入れる。豆板醤はね、お好みです、量は。たくさん入れれば辛くなるし、少しだと、まあ、辛くならないって、それだけの話でございまして、まあお好みでご自由にどうぞってことで、僕はね、あんま辛いの苦手なんで、まあ、これぐらいですかね。大体わかりますが、これぐらいの量でいいと思いますね。まあこれだけ入れます。まあ匂いがすごいね。そしたらこれをですね、混ぜます。またこう混ぜていくんで、こうね、混ぜる時のコツなんですが、真ん中をついて起こす。それで真ん中をついて起こす。これで激しくですね、くり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 
今度は回すとですね、このケチャップが飛び散ってですね、この辺の白いお目目が全部ですね、真っ赤っかになっちゃうという、こういう危険性がございますので、そういうことはこう注意していただいて、こうゆっくりこう混ぜられます。ゆっくり混ぜてですね、とりあえず、こんなもんかな。こんなもんでいいや。こんなもんで、ようござんす。これぐらいでようござんすね。これぐらいでようござんすね。で、こういうふうにやって、こういうふうにやりますね。で、ここまで、これでいいと思います。で、これでどうするかって、また電子レンジに入れるわけですね。電子レンジで3分温めますね。はい。じゃあ電子レンジやります。はい、じゃあこれがね、僕ちゃんの愛用の電子レンジで中にも、これを中にこう入れて、で、もう非常にシンプルな電子レンジもですね、ダイヤルが2つからいってね、安い電子レンジで、700ワットで3分やります。あれ？あ、ちょっと待っただ。はい。あ、すいませんね、ちょっとコンセント入れ忘れて、コンセント入れ忘れてて、これで3分待つんで、3分待つんだけど、例によって1分ごとに、かき混ぜてください。1分ごとに、ね、かき混ぜるということが非常に大事でございますので、はい、大体ね、今2分ぐらい経ったんで、1回ですね、開けて、中を軽く一回、ほんと軽く、ほんとね、軽くでいいです、今回。軽くこう、寄せて、こう、真ん中に寄せて、くるっと回すぐらいに、それぐらいでいいです。がっちり。で、またこうやると。で、また1分後、また同じことをやるわけですね。これを繰り返していきます。はい、じゃあ大体また1分ぐらい経ったんでね、またちょっと軽くかき混ぜます。結構温まってきましたね。軽く、こう、ぐるっと一回回す。お分かりいただけますかね？ちょっと見づらいかな。こうやってぐるっと一回くるっと回すぐらいです。あんまくちゃくちゃやる必要はないです。くるっと軽く混ぜるぐらいです。で残り1分なんで、この残り1分で完成でございますね。はい。チーン！あれまだならないな。あ、チンチンではないですが、チンチンではなくてチンでございますから。あ、チンチンはね、あ、チンチン、あ、なった。じゃあこれ、ありがとうございます。で、これが、これでですね、上手にできたな。あちゃちゃちゃ、やっぱ熱いね。あちゃ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 。はい。あ、で、これで完成でございますね。簡単でございますね。じゃあ、これで早速いただいてみたいと思いますね。おいちいよ。よいしょっと。あ、熱い。熱い。からチリソースうどんがね、完成いたしました。すごい簡単でございますが、これねなかなか美味しい、ね、この、ね、豆板醤が美味しいんだよね。うん、美味しいね。ちょっと豆板醤入れすぎたからちょっとね辛いですね。豆板醤ねもうちょっとね減らしてもいいかもしれない。まあ、辛いのが好きな人はこれで十分ですけどね。あ、ちょっと辛いわ。辛い。うん。で、この魚肉ソーセージ、辛い。うん、でも、やっぱね、豆板醤の香りがやっぱいくよね。ケチャップの甘さと、この豆板醤の辛さがすごくいいんですよ。これがね、いわゆるチリソースです。だから、チリソースってよくまあ、売ってる出来合いのクックドゥとかチリソース買って作られる方多いんですけど、実はケチャップと豆板醤混ぜるチリソースになるっていうね、そういうことなんで、まあ、の方が辛さなんかも自分で、調整できますし、いいんじゃないかな、みたいな。いや、別の子味の素的にも好きじゃないんですけどね。うん、まあそんな感じで。うん、いいじゃないですか。いや、なんか、バブバブバブ。うん、ですね。うん、うん。辛っ。辛いけど美味しい。はい、はい、いいよ。うん、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 まあ、いろいろあるわけですよね。うん、うまい。
あ、美味しいね、美味しいね。うん、やっぱうまいね。うん、うまい。のうちもっとちゃんとした料理も作ろうかな。どうなんかちゃんとした料理って、ね、ニーズあんのかね。うん、なんか、うん、適当かました飯作ってやってんだけど、うん、うん、今電子レンジがあるからほんと便利になったね。うん、俺が昔、うん、あのほんと若い時は電子レンジって言ったら普通の家庭なかったもんね。うん、電子レンジがあるわ、すげえ金持ちみたいな、そんな時代もありましたね。うん、まあその昔、俺が生まれた頃なんかも、うん、カラーテレビがあったらすげえなって、そういう世代とかね、まあ時代は変化していくもんですが、豆板がやっぱちょっと入れすぎかな。もうちょっと抑えてもいいかもしれない、うん、でも辛いのが好きな人はこれで全然 OK ポンってあっけあっけあっけポンみたいな。で最後の魚肉ソーセージ、というわけでごちそうさんでございました。ということで今日はね、チェリーソース風うどんを、簡単に作っていただくということで、これで終わります。ありがとうございました。